さんこんにちは。本日はダイソーで気になるアイテム7点を購入してきたので、そちらを紹介していきます。1つ目に紹介するのはこちらです。緊急傷テープのパンダ柄になります。こちらは以前紹介した可愛いねお菓子の柄と恐竜柄のね種類の絆創膏のシリーズになっています。4つの柄が入っていて、全部でね3シート合計12枚入りの絆創膏になっています。このねパンダの柄がとっても可愛いなと思って今回購入しました。こちらの箱の横側に書いているのが原寸大の大きさになっています。後ろの方には使用方法や使用上の注意、保管上の注意や効能や効果が記載されています。絆創膏のサイズは 19mm×72mm となっています。このねパンダの柄4種類とも可愛いなと思って今回購入しました。前回購入した恐竜柄、あとねお菓子のねケーキの柄もとっても可愛かったのですが、子供たちからもね大好評だったので、今回はこちらのねパンダの絆創膏を購入しています。こんな感じで一つ一つ個包装になっているので、持ち運びにもとっても便利な絆創膏になっています。次に紹介するのはこちらです。折りたたみネイルファイル、こちらの折りたたみタイプのネイルファイルを購入しました。こういうね形のネイルファイルが一つ入っています。後ろの方には使用方法などが記載されています。でネイルをね普段からするので、こういうネイルファイルちょっと気になってね、ネイルアイテムのコーナーチェックしていたところ、こちらのねコンパクトのものを発見したので今回購入してみました。私の行ったね店舗では残りの在庫があと3つぐらいしかなかったので、皆さん気になって買っているのかなというふうに思います。でこのような形でね、折りたたみの櫛のような形で、コンパクト時はこのような形で開くとこのような長いネイルファイルになっていて、上の部分ちょっと角がねあるので気をつけてほしいのですが、こちら表裏とね削れるような形になっています。これはね、旅行先とかに行くときに爪がねどうしても欠けてしまってザラザラしてしまったりとか、そういう時のためにね持ち運びできたらなというふうに思って今回購入してみました。後ろの方に特に書いていないのですが、どちらとも同じザラザラな感じかな。でしっかりとねこう削ることもできるので、とてもねおすすめです。コンパクトになるのはとっても嬉しいです。次に紹介するのはフレグランスタグという、ドアにねこのようにドアノブに吊るして香りをね楽しむというアイテムになっています。こちらの香りの他に、こっちの方に今ねお写真で載せてる香り、いろんなね香りがありました。で今回はダークムスクというね香りのものを選んでいます。それぞれね香りによってこちらのねタグの柄も変わってくるので、いろんな柄があってとっても可愛かったです。後ろの方には材質が記載されていて、パルプと香料という形になってます。使用上のね注意も記載されています。このようにハンガーラックみたいなねものに吊るしたり、あとはドアノブにね吊るして使用することができます。しっかりとねこのように密封されていて、店頭では香りを確認することができなかったので、ちょっとね実際開けて香りを確認したいと思います。こちらがねダークムスクという形で香りが書いています。リラックス&ディフレッシュっていう形でね表裏に書いていて、こちらの本体自体は 紙ですがね、ちょっと硬めの紙になっています。香りはねなんかホワイトムスクとはまた違うような香りで、なんだろう、難しいな、ちょっとなんだろう、蚊取り線香まではいかないんですけど、ダークムスクなのでちょっとねお線香に近いような香りが私的にはするかなというふうに思いました。少しこのね香りはちょっとね好みがあると思いますが、ちょっとね蚊取り線香っぽいようなお線香の香りを混ぜたようなね
香りがして、でも嫌な香りではないので、これはねいろんな香り試すのにも100円なのでありかなというふうに思います。このような形でかけてあげると香りがねお部屋にねほんのり広がって、とってもいい香りなので、ぜひぜひね皆さん素敵な香りが見つかるかもしれないので100均で探してみてください。次に紹介するのはこちらもね何度も紹介したことあると思うのですが、挟むだけ服に穴を開けない名札留めになります。簡単取り付けで、このような形でね名札をくるっと裏返すこともできます。なので通学通園時にお名前を隠せるというねメリットもあります。後ろの方には使用方法が記載されています。で服にね安全ピンを直接刺さずに、このような形で内側と外側からクリップをキュッと留めてあげると、服に穴が開かずに名札をつけることができます。で小さいお子様が使用するときはちょっとね保護者の方がつけてあげる形になります。今回ねちょっと壊れかけていたので、こちらのねものを一つ購入してきました。こちらは本当にねずっともう何年ぐらいだろう、結構愛用しているんですけど、どうしても小さい子だと園庭とかね校庭とかで遊んだりとかしている時に服を引っ掛けてしまって、ここの部分がね壊れてしまいやすいので、こちらはストックでね2つぐらい持っていると壊れた時もすぐに対応できていいかなと思います。でここの部分もねもちろん挟むことできるのですが、ここの白い部分、ボタンのような部分を取り外して、服の内側外側からこのようにキュッと取り付けてあげると、服に穴を開けずに名札を取り付けることができます。実際に取り付けると内側にこちらの白いボタンの部分で、外側にこちらのね名札の部分が来るような形になります。でここの部分に小さな穴が開いているので、ここからね安全ピンを通して自分の名札をつけるということが可能です。でここのピンクの下の部分くるくるっと回転するので、名札表裏回転させることができて、ね、お名前を隠すこともできます。ぜひぜひね使ってみてください。次に紹介するのは新商品のこちらマスクになります。今回購入したのは普通サイズで、丸顔型というものを購入してみました。で色はねアプリコットベージュの7枚入りを購入しています。でこちらのマスク立体マスクになっていて、丸顔さんにおすすめという、ね、タイプを今回購入しているのですが、こちらのちょっと画像を載せているんですけど、こちらにある通りね面長さんとかベース顔の形のマスクっていうのも売っていました、ね、自分のお顔の形に合わせてマスクをね変えられるっていうのはとっても嬉しいなというふうに思います。でマスクの特徴としては3層構造、高密度フィルター、こちらが 99% っていう形でね記載されています。後ろの方には使用方法が記載されています。マスクのサイズとしては 13.6×10.9cm、 こちらは折りたたみ時のねサイズになっています。でこちらはジップロックがこのようについていて、簡単にねパカッと開けることができます。一枚一枚個包装になっているのではなくて、まとめてこのように入っています。色はね今回アプリコットベージュということで、どっちかというと肌色に近いようなベージュの色味を購入しました。耳のゴム紐の部分はこちらはねワインレッドのような色味になっています。でマスク自体はとっても薄くて、今まで買っていたダイソーとかセリアのマスクよりは結構薄めのマスクになっているので、本当にね使い捨てマスクって感じのものです。ちょっとここの部分縫い目がね実際に開封してみると、ちょっと縫い目が粗いかなっていう風には見受けられますが、ね、全部同じ感じでねこうちょっと縫い目が粗めになってます。
で鼻の部分は立体になっていて、ちょっとね上の部分にこのように線がくるような形になっています。実際にねマスクを着用してみました。今回購入した丸顔さんタイプのマスクだったんですけど、最近ねぽっちゃりとして太っているので、丸顔さんマスクでとってもねぴったりだなっていう風に思います。でここの部分もね結構ゆったりしてゆとりがあって、で息も苦しくないですし、マスク自体がねとっても薄いので、ね、つけ心地も悪くないなっていう感じがしました。ぜひぜひね自分のお顔に合ったマスク探せるかなと思うので、ぜひダイソーでチェックしてみてください。本日最後に紹介するのはこちらです。キッズ用の滑り止め軍手になります。一つがうさぎの柄、かわいいねピンクのうさぎの柄と、もう一つは宇宙のね柄をね購入しました。で2つとも全長は18センチ手の幅ですね、こっち広げた幅が9センチまでのね対応サイズとなっています。でピンクのうさぎちゃんの方はこんな感じで、ね、ジャンコードが載っています。黄色いね宇宙の柄の方にもジャンコードがねこちら載っていて、それぞれ材質ポリエステル 100% となっています。滑り止めの部分は塩化ビニール樹脂という形になります。ね、こちらの黒くてこういうピンクとかね黄色の滑り止めがついた軍手なんですが、他にもね恐竜の柄だったりとかねいろんな柄がありました。で自分の好きなカラーや柄が見つかるかなというふうに思います。でこちらの軍手このようにちょっと光に透かせてみると結構薄いのがわかります。なのでね厚手の軍手よりも履きやすいんじゃないかなというふうに思いました。で、キッズ用の軍手ですが、私ちょっと手が小さめ、こちらのね長さが小さめなのでぴったりサイズになっています。草抜きとかねするときにも良さそうですし、滑り止めがついているのでね物を掴むのにも良さそうです。こちらがねうさぎちゃんとお花が描いた可愛いタイプのもので、こちらの宇宙の柄の方がロケットやこのように星さんがね星様がいっぱい描いたものになっています。履き心地も悪くないですし、だいたいね手首の下ぐらいまで長さがあるものになっています、ね、お家のガーデニングの時、ね、お子様にお手伝いしてほしい時とか、あとはね芋掘りとか玉ねぎ掘りなんか行く時にも軍手があるととっても便利かなと思うので、一つ100円となってとってもお買い得で可愛いので、ぜひぜひダイソーでチェックしてみてください。いかがでしたでしょうか。本日はダイソー購入品を全部で7点紹介させていただきました。こういうね絆創膏とかマスクは常に常備していても使えるアイテムになっています。